はい、どうもブルです。今日もトラッパーやってきます。今回はまた諦めきれず破滅を使っていきたいと思います。破滅に相性がいいパーク、監視とかね、いろいろあるけど、まあ、霊障とかもね使ってる人もいるし、まあ、トーテムパークなんでどうしても運要素は大きいということで、壊されても対処できるようにささやきと、あと、まあ、本当はイタチの方がいいのかもしれないけど、まあ、サージダウンさせたら爆発するやつね。あ、いたね一人、まあ、とりあえず罠仕掛けようと、あとは破滅のトーテム壊されるまでに、たくさん釣ってダイングライト活用したいです。結構ねこのささやきがいいんじゃないかということで入れてみたんですが、まあどんな感じになるかわからないんですが、やっていきましょう。マップはランプキンレーン、強歩上いいからね。ここまあスマチャクが弱くなったんで、だいぶ前よりは戦いやすくなったんじゃないかと思います。個人的にはトラッパーでやるときは好きなマップのうちの一つかな。まだ誰も会わないね。最初の準備をじゃあゆっくりやりましょう。今ささやきは点滅してないから、点灯してないから誰も近くにいないということで、ガンガン罠を仕掛けていきましょう。サバイバーをやっててトラッパーと当たるときで破滅が入っていた場合、大体ね罠を準備してる間に破滅を見つけられて爆発っていうか、まあトーテム破壊、お、いたね、できちゃうんだよね。お、光った。お伏せ置いたくないから向こう行こうか。ダイムライトもあるし、だからやっぱね敵で当たっても破滅前半に壊されることがほとんどだから、あんまり強いとやっぱ思わないんだけどね。だからこそなんか何とかして使いたいみたいな。おおおお、ジジイ悪いことしてんじゃないかこれ。今日初の戦犯者1名。まあ本当だったら担がなくてもいいんだけど、せっかくだから運んじゃうか。野良でプレイしててこれやったらもう衝撃的だよね。あれ今あのアーカイブってフック破壊あんだっけ。サバイバーまだ全部終わってないからわかんないんですけど、ドワイト2人とジジイは見えたね。あ、これがネアか。ネアじゃない、メグか。じゃあこいつをチェイスするか。いいねいいね、ガンガン引っかかるね。最初の準備が効いてるようです。ということで向こう行きましょう。もう完全に向こうとしてはね、後手後手になってるから、多分今大パニック。これ決死なかったらね、もうこのまま釣れちゃうんで担いじゃいましょう。残り発電機3つで、破滅があると強いのが、まあ、これが結構強いなと思うのは、まあ、2個はついちゃう。まあ、それはまあいいんだけど、この先がほんとつきづらくなるんだよね。チェイスとか、フックに釣られてる人がいると。だから、この段階で破滅は壊しておきたいんだよね。サバイバー側としては。で、これ以上残ると、本当に、後半強いトラッパーと破滅の相性はマジで良くなるから、クソ強くなるんだけど、まあ、大体その前に壊されるんで、あれ?どうしたハゲ。でこの混乱してる間にダイングライトの トークン貯めていきましょう。今39%ダウンかな。さあメグがうろちょろしてるね。そしてジジイが捕まる。ジジイはどこだ。ああそこね、いいね。
草むらが多いとさ、罠仕掛けやすいよね。ジジイをとりあえず殺したいんだけど。お祭りじゃねえか、この野郎。おいで、当たんのかい、それ。いいね。ジジイ迷子になっちゃったみたいだな。ジジイにはもう分からせてやったね。このキラーはやばいと。このキラーは戦っちゃいけないと。これで4等訓命、12%ダウン。どん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 響いてくるよ。こっから、ダイイングライトが。だから前半破滅、壊されなければ、まあ、この残り3個になってからは、まあ、活躍すると思う。で、あとは、ま、ささやき。あいつマジ自殺しやがった。ささやきとサージは結構使えると思う。で、ダイイングライトも貯められてればね。おい、出てこいよ。ランプキンレーンさ、時々この柵が強くなるときあるよ。やるじゃない？もらったんじゃないか？そうだよな。対処済みなんだよ。と、まあ、あとは罠の方向に追い込むようにチェイスしていかなきゃいけないんで、まあ、ある程度どこにサバイバーが逃げるか想定して仕掛けておくといいと思います。で、ここでトーテム探してる時間っていうのが結構ないから、サバイバー側にね。だから2個ついちゃっても破滅がまだ生きてれば、まあ、破滅の仕事はしてくれると思う。これが最終的にブルジーが至った理論かな。ここでもし破滅を壊されたとしても、まあ十分働いたんじゃないかなと。残り3台残って、で1人消えてれば、まあ十分だと思う。前の破滅の方が、スキルチェックは難しいから、発電機回すスピードっていうのはどうしても遅かったと思うんだけど、3人になってから残ってる破滅は多分すげえ強いと思う。これが結論かな。ただ、やっぱ壊されやすいから。今度はトーテム防御のパーク積んでいくか。カリコーとか、霊障とかね。それでどうなるか試してみたいね。あ、自殺した。まあ、絶望感を与えるとサバイバーは自殺するんで。残り2人。今回あんまり釣ってないから、トークンがね、4つかな。向こうに1人とここに1人か。OK。で、人数が少なくなってくると、逆に今度、ささやきが機能するんで。まあ一番最初に仕掛けた罠が最終的に活躍すると。これがいつもの、パターンですね。まあ結構、はい、じゃあ1戦目はこれで終わり。もう1戦ね、検証のためにやっていきたいと思います。はい、そして2戦目、怒りの聖書。鬼マップね。オファリングね、焚かれました。多分おそらく、まあ、パーティーなんじゃないかなと思うけど。イキったクローデットとか格好してるやついたし。まあ、破滅君に頑張ってもらいましょう。今回も。ここはね、割と、ささやきは今反応してるから、ワンチャン罠見られてるかもしれない。
ここは消えてる時に罠仕掛けたいんだけど、でもそんなね、消えてる時にね、でもう破滅死んだね。これがあるんですよ、破滅は。お前か。罠の準備もまだしてないのに。そして、今の方向で殴ったことにより、ここにいたのか。罠の方に追い込みたかったんですが、今足跡が聞こえて、なぜか新しい人を見つけました。エースかな、これは。そしてサージ発動。ということは真ん中回してるね。割とこのサージがね、活躍してくれることもあるんで、結構好きです。高所から降りると切られちゃうよ。スマジャク強かったね、そう考えると昔の。本当に強かった。俺あれ本当好きだったのにさ。キラーバックやってるから、スマチャク弱くなって嬉しいんだけど、サバイバーやるときスマチャクないのは寂しいんだよね。はい、残り発電機5つ。で、破滅なしで、1釣りずつしたかな。で、1人オブセッションだったから。トークンはまだ1、3%。いるね。足跡べっとり。追いかけようか。90いかないの？こいつこいつ。こいつ生きってない？だいぶ。ズボンなんか赤いよ。赤いっつうか、これなんだっけ、レジェンドスキンだっけ。今じゃ取れないやつだよね、これ。そういうやつを殺すためにね、やってるんですよ、ティアーを。いや、わかってるね、ちゃんと。遠くに離して。そして、そこも回してたっていうのがわかるね。回している発電機が爆発するんで、少しでも回してれば、必ず爆発します。サージの。だから、あそこ待ってんだっていう目安にも使えるし、8% ダウン勝手にしてくれるし、触んなかったらずっと落ちるんで、良くない？便利じゃない？蹴らなくていいんだよ、発電機。めんどくさがり屋の俺にはもうぴったりだよね。さあ、発電機残り5個。で、なぜか2人釣られてる状態。結構俺もね、隙を見せてるんだけど、全然救助来ないってことは、匂うね、これ。困ってると思うね、向こうが。ランク低いのかな？パーティーかもしれないけど。いや、無理やり回したのか。それはでもちょっと先般じゃないかな。これで一人補足できるわけでしょ？じゃあ、エースには死んでもらうか。諦めた。もうこんな試合ばっかだね。まあ切断じゃないだけいいかな、とりあえず。俺結構適当に罠仕掛けてんだけどさ、みんな吸い込まれるようにしてそっちに走ってくんだよね。これなんだろうね、なんか新しいスタンド使いなのかな。罠に吸い込まれるようにスタンド能力を発動してるかもしれない。まだ3人でいるから、ささやきがね、ちょっとまだ使いづらいんだよね。あんまりささやき使いこなしてないから。前配信者の動画で、ささやきの使い方を解説してる動画を見て、すごいわかりやすかったんだけど、やっぱこれはね、ちょっと実践で入れてかないと、その便利さっていうのは多分理解できないよね。まあ、無慈悲を狙いたいんで、少し泳がせましょう。発電機2台ぐらいついても、まあ、OK。回してんね。いたいた。ペコってやったね、今。私がチェスするわか。そういうことか。お前はもう俺の手の内なのさ。どこへ逃げても罠があるんだぜ。おっと、そういうことよ。
結構あのね、ロッカー前の草むらとかはね、置いとくと、引っかかること多いかも。板の前とかだと、板ね、板前にあるって分かったら排除しちゃうから。ロッカーの前って結構走り抜けたりすること多いし、最短距離で。トラッパーの強いところってさ、あんまチェイスしなくていいんだよね、最終的に。罠さえ解除されなかったら。それがすごい強いと思うんだけど。ここは弱いた。あそこ飛び越えたら、こっから降りるのが一番最短なんで、覚えておいてください。あそこを無理して追う必要ないし。ただ、あそこ飛ばないで、左側に行かれたら、まあ、読み間違って負けちゃうけど。窓枠飛ぶんだったら、今の、あそこから降りるのが最短。着地硬直込みで、一発すぐ殴れる。でもなぁ、俺今回破滅検証の回でやったのに、また開始ね、すぐ破滅1個壊されちゃったから、あんまり検証にならないね。新しい破滅も嫌いじゃないんだけどね。いるね。いやーもうすべてが裏目に出るな。なんか最近海外のサーバーと接続してるのか、まあアジア人とすごい当たる確率が高くて、なんか日本人と対決するより、うん、海外の人、アジアの人と対決した方がやっぱ楽だよね、倒すんだ。あ、二人いる、受ける。あれどこ行った。まあ声が聞こえるか。おお、いたったのか。行こう。クローデット悪いやつだな。韓国人はでもすごい強いね、体感。中国人はそうでもない。煽りはすごいけど、中国人、中国人の煽りはでも全然いいかな。韓国人も煽りすごいね、結構。ライトカチカチすげえやられるけど。でもなんか最終的に、ライトカチカチやっても、なんか、点滅こっちがしたりすると、めっちゃ褒めてくれたりもするから、ゲームを楽しんでるね。真ん中でも周辺にはそんな罠仕掛けなくてもいいのかな。まだ俺もこう、それほどやってるわけじゃないから、一概には言えない。はい。ほらね、なんかもう同じミスばっかしてるよね。これ上手い人だとまた変わってくんのかな。絶対ランク低いだろ、こいつら。さあ、ラスト。まあ、たとえ上手い人だとしてもだよ。その罠さえ分かってなかったら、チェイスでかなり有利に戦えるんで、そういう意味でトラッパー好きだな、ほんと。他の、徒歩キラーだとさ、駆け引きしなきゃいけなかったりするんだけど、トラッパーの場合はね、追い込んでいけば、最終的には、どんな上手い人でも、罠にかかっちゃえば勝てるんで。これ無慈悲取れるっしょ、さすがに。発電機4台残し。お地蔵さんこっち、向きすぎ問題。トークン4つしか貯めてないね。まあちょっと圧勝でした。お、どこだ。というわけで、まあ、2戦目は開幕破滅壊されたけど、まあマップとの相性が良かったんでトラッパー無双しましたみたいな。まあでもささやきは使えるんで無事取れました。ぜひささやきと破滅でちょっとセットで使ってみてください。では以上、ブルーでした。2戦ちょっと長いけど、ぜひ見てください。それではまた、バイバイ。